ね、でもう一つ、これは皆さん実践ですからね、うなずいた後にね、そう思いません、ね、こううなずくだけじゃなくて、なるほど、そうか、みたいな言ってあげるんです。あ、なんか私のことに関心持ってるってなるわけです。最初は形だけでもいいですよ。形だけでも。するとどん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 ですね、それに近づいてきますから。本当に。感謝もですね、感謝しなさいしなさいって言われて感謝しても、思ってなかったらダメって思うでしょ。違うんですよ。感謝し続けたら本当に感謝できるようになりますから、本当に。まずはそれを言う勇気が足りない。思ってても言えない人もいるんですから。勇気を優先しますか、思いを優先しますかだけの話で。だからまずはね、これ、なるほどねって。でそれをうなずいて、こう、なるほど、なるほどって、ね。これをやるとですね、私も、あ、分かってる、あ、この辺分かってないのかなって。ね、あ、分かった、じゃあ、ちょっと別の角度で話をしてみるかっていうことになるわけですよ。ね、って話は皆さんが作るでしょ。だから私もこう見ながら、あ、なんか分かってるのかな、なんか面白くないのかなと見ながらしているんですよ。で今日は年齢層もこうね、こう様々でしたし、も含めて実はその年齢に合わせて話しています。 若者ばっかりだったらもうちょっと横着に話してます多分もっとテンポ早くとかね、こうやっぱりこう来ている人たちの表情を見たりとかのこう性別とか、これ6種類いると思ってるんですよ、ね、例えば社長と主婦、社長主婦でしょ、若者高齢者でしょ、それと男と女、6種類がいるっていう、この6種類の中でいろんな様々が来るんで、皆様にこうちょうど合うラインがどの辺かなみたいなことを考えて話したりとかっていうのはやっぱり皆さんが作ってるんだってことですね。つまりこれが愛ですよと。まず愛を表現していいなら関心を持つ、じゃあ持ってるというね、表現としてはうなずく、そしてなるほどってね、さらに言うならはぁみたいな、吐きふけ法、はぁ、ひーって言えば、ひーはあんまり使わないですけどね、はぁ、へぇーって、ほぁーってこう、これもやれたら、かっこ悪いけど、かっこいいリーダーはいませんから、実は。本当ですよ、かっこいいリーダーはいませんよ。かっこ悪いのもやる。関心を持つ、無関心、はい、無関心を持つとその人のことを受け入れることができます。受け入れるということだから関心が始まるんでしょ。ところが受け入れないとするとその人のことを無関心になります、ね、そして受け入れるところで他者対話になります。ほうほう、なるほどね、うわすごいねってこう他者対話。ところが受け入れなかったらこれ自己対話になります。周りも分かりますか、これ何よったこいつって、ね、口では笑顔でよくて実際できてないじゃんみたいな自己対話でしょ。受け入れない人は必ずこうなりますよね。そして他者対話には表情があります。自己対話は表情がありません。何も言ってつまり皆様が反応しなかったら誤解されますよということです。この人はね、全然受け入れてないし分かってくれてないんだなと相手は思いますよと。皆様がそう思ってても思わなくてもね、あ、愛し、私に対する愛はないんだなって思いますよと。で、つまりですね、こういうことです。受け入れて他者対応をやってる人は、こういうふうに考えます。あ、こいつは言ってることとやってることは違うけど、でもこの言ってるようになりたいんだなと。だったら、この私がどんなサポートができるかなっていうことに、これ、気づくんです。ところが、この人、気づきません。なんば酔ってこいつって。思った時点で気づきます。
さあリーダー、自分のリーダーはどっちがいいですか。自分がリーダーを持ちたいならどっちがいいですか。自分のリーダーに据える人を置きたいな、こっちですか、こっちですか。ね、もうおのずと答えが出るじゃないですか。じゃあ皆さんはどっちにあるんですかということです、はい、なぜ人と会話ができないのかということですね。コミュニケーションなぜできないのかって、ね、自己対話しているからです。自分が正しい、自分が、ね、すごい、ね、みたいに自分を中心に考える、この拡大です。全体の収縮じゃなくて、この拡大をすると自己対話になります、うん、なんかこいつ偉そうに言っとやとかね、ここになってきてしまうわけですよ、ね、何を選択するかによってエネルギーが異なりますよと、ね、つまり理解する理解しないになるんです。